はい、皆さんこんにちは、マグレットです。最近視聴者の皆さんから今ピックアップされている家欄、あるいは今後復刻されるであろうカズハ、どっちを優先した方がいいですかという質問を結構たくさんいただきまして、まあガチャを引ける回数にも限りがある中で、今後どういう風にガチャを回していけばいいか、まあどうするのがおすすめかというのを今回の動画できっぱりお話しします。まず前提として2キャラクターともめちゃくちゃ優秀なキャラクターです。カズハはもう言うまでもなく知れ渡ってると思いますが、イエランもね、登場してから日が浅いものの、もうかなり評価が高い、どこをとっても優秀なキャラクターになっています。まあだからこそ今のガチャ難しいんですよね。両方とも所持していない方からすると、どっちが優秀なんだ、どっちも評価高いけどどっち引けばいいんだっていう風に迷っていることだと思います。そこで今回はイエランとカズハの2キャラクターとも所持しているというプレイヤーの皆さんにアンケートに協力してもらって、まあ、どちらの方が優先度が高いと思いますかっていう部分で投票してもらいました。その結果がこちらになります。無凸イエラン、無凸カズハで比較した時に低い優先度が高いのはどちらだと思いますかという質問に対して、 92.3% の方が無凸カズハに投票し、 7.7% の方が無凸イエランに投票したという結果になりました。いやー、やっぱりカズハの評価の高さ凄まじいですね。イエランと比較しても9割以上の方がね、カズハ優先した方がいいと考えるのは正直意外でした。まあこれがほとんど答えですよね。どちらかしか片方しか引けないという状況でイエラン、カズハ迷っている方は、まあカズハにした方がいいんじゃないかなとこれ見ても思います。で、今回の動画もうこれで終わりじゃんって話なんですが、むしろここからが話したいというか、皆さんに聞いていただきたい部分になります。じゃあ2人とも確保した方がいいかどうかというのも、今回アンケート皆さんに回答してもらいました。その結果がこちらです。イエランとカズハ2人とも確保するべきだと思いますかという質問ですが、選択肢が5つありまして、一番多かったのが余裕があるなら2人とも確保すべきというのが 66% で、次に多かったのが多少無理してでも2人確保すべき、18.4%、 3番目に多かったのがカズハだけ確保すべき、 14.1% という回答結果になりました。まあ、というわけで8割以上の方は2人とも引いた方がいい、2人とも確保した方がいいよっていう意見を持っているみたいですね。いや、もうこれはめちゃくちゃ納得でして、僕自身もやっぱ2人とも本当におすすめできるキャラなので、できればね、まあ誰しもが2人とも引けるわけではないと思うんですが、できることなら僕は2人とも確保してほしいと思ってます。はい、というわけで、まあ、今ねガチャどう引くか悩んでいる方はこの1個目と2個目の、投票結果を参考にしてもらいたいと思います。まあ、これ僕マグレット1人の意見じゃなくて800人のカズハイラン引いたっていうプレイヤーの、皆さんの意見になりますから、結構ね参考になるんじゃないかなと。ただまあ投票結果だけ見てもピンとこない部分もあると思うので、こっからですね、カズハイランそれぞれを使いながら、それぞれどういう利点、どういう強みがあるのか、まあ、また役割も違うキャラクターですから、まあ、どういう使い方ができるのかというのも、説明していきます。ではまずカズハの強み利点から見ていきますが、まあやっぱ元素スキルですよね。見てもらえば分かりますが、もうこれが異常に強い、おかしいです、強すぎる。元素スキルを押すとジャンプし、その後落下攻撃をするんですが、それでね敵を1箇所にまずまとめてくれると、これが便利ですね。その後火力を出しやすくなりますし、さらに2回の拡散反応を起こすことで、とんでもないダメージで敵を一掃してくれます。まあこれのおかげで普段使いのねフィールド上とか、まあ、秘境とかでも大活躍です。でさらにカズハがやばいのは、今の元素スキルをやりながら敵の耐性デバフ、さらに味方のバフまでできちゃうってことですね。試しに今ガイアで元素爆発使った状態、単体だと7900ダメージ出ていますね。ここにカズハが元素スキルでサポートを加えると、まあ、ダメージがどれぐらい上がるか、ですが、単発11700まで、7900から大幅にダメージ上昇し、まあ、1.5 倍ほどになっていますね。まあ、これは水力4セットを装備して敵の耐性を下げているというね風キャラ特有の強みというのもあるんですが、カズハはそれに加えて自分の元素熟知次第で味方にねダメージバフを配ることもできます。まあ、なのでカズハはワンボタンでバフとデバフを同時に行い、まあ、それによってダメージ、味方キャラの火力が大幅に上がるというわけですね。しかも敵を1箇所にまとめて熟知を盛る関係から拡散で火力も出しやすいという、もうとんでもないキャラですね本当に。でこの戦闘面での強みに加えて探索面でも優秀な能力を持っています。まずダッシュの消費スタミナが減少するという固有テンプで、さらに空中でも元素スキルを使えるという非常に珍しいキャラクターです。空中で使うことで空中ジャンプができて、まあ、飛距離をちょっと伸ばしたりとかね、ちょっとした段差を登るときとかにすごく便利です。まあ、普段の探索面でももちろん役に立ちますし、特にエンカノミアとかであったんですが、なんか高低差がすごいギミックの
を解かなきゃいけない時とか結構ね無理やり高低差無視して登ったりとかできちゃうので、まあ、そインチキも可能です。まあ、というわけで探索優秀でフィールドでの戦闘も優秀で秘境周回もできますし、螺旋とかでももちろん、味方の火力を上げられますから、もうどこでも強い。それがカズハです。では続いてイエランの強みも見ていきます。はい、まあ見返していてカズハやっぱやばいキャラなんですが、イエランもめちゃくちゃ強いんですよね。実装されてから毎日使っていますが、もう不満全くありません。どこを取っても優秀ですし、使い勝手もいい、で火力も高い、もう本当に満足していますし、まあやっぱり誰にでもおすすめできるキャラクターです。まあ、でイエラン強みいっぱいあるんですが、特にやっぱ使っていていいなって感じるのが固有テンプですね。元素爆発中は味方キャラクターにダメージバフを与えてくれて、で爆発継続中どん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 ダメージバフの量が上がっていくという効果なんですが、これのいいところが全ダメージバフなんですよ。どういうことかというと、あのカズハの場合って拡散しないとダメージバフできませんから、岩キャラとか風キャラとか物理キャラのサポーターとしてはあんまり適してないわけなんですが、イランの場合は物理も岩も風も問題なくバフできますからね。まあ、なのである意味カズハを補完してるというか、カズハが苦手な部分をイランが補うことができると言えますね。まあそして何よりやっぱ火力が高いですね。もうスキルも倍率非常に高くて、敵を巻き込んで一気に雑魚敵を処理することができますし、そして元素爆発、まあ、継続時間が長くて合計の倍率が凄まじいです。しかもこれをキャラチェンしても残りますからね。味方アタッカーの裏からこの火力を出し続けるっていうのはもうやばいです。まあ近い役割の行く秋と比べても高火力になっていますし、まあなんならね行く秋と結局併用しても強いんですよ。行く秋選んで組むと水溜めだけでとんでもない量出ますし、爆発と回しやすくなるしで、なかなか強力な組み合わせなので、まあ、結局やっぱ強いんですよねイエラン。で最後は探索性能。まあ、先ほどカズハがあの空中でジャンプできるしダッシュ消費スタミナ減少もあるよって話しましたが、イエランもやっぱすごいですね。元素スキルを長押しするとしばらく高速でダッシュしてくれますし、でしかも結構小回り効くんですよね。まあ段差はちょっとつっかえちゃうこともあるんですけど、まあ、比較的操作しやすく速く走ってくれるので、まあ、かなり使い勝手がいいと。であとこのスキルの何がいいって、スキル使用中長押しでダッシュしてる間スタミナ回復してくんですよ。これダッシュ扱いじゃないですから、あのなのでスタミナを使ってダッシュした後スキルを使うことでまたスタミナが回復して普通にダッシュできるっていうのをループしていくことができますね。なのでパッと見は短距離が速くなるスキルに見えるんですが、実際は長距離でこそ輝くというか、まあ、持久力が上がってずっと走り続けることが可能になるスキルです。で話してて思ったんですが、ここもカズハと補完し合ってるというか、まあ、地上はイエランで高速ダッシュしつつカズハでね消費スタミナ減少でさらに持久力アップ、で空中はカズハがもちろん空中ジャンプできますから、まあ、探索面この2人がいればかなりあのやりやすくなるんじゃないかなと思います。はい、では最後にまとめです。カズハかイエラン片方しか引けないという方、そういった場合はカズハの方が優先度高めです。まあただ当たり前ですが、これは手持ちとかによって状況変わってきますので、例えばね岩パーをとにかく強くしたいとかいう場合であればカズハ引いても岩パーには採用できませんし、まあ、あと行く秋貫突で持っていて最低も十分とつれてるとかいう場合であればちょっとやっぱどうしてもねイエランの優先度下がりますから、まあその辺は皆さんの手持ちプラス今回の動画のねあのカズハイエランそれぞれの解説から考えてちょっと判断してもらいたいです。で片方しか引けないという場合はカズハ優先ですが、僕の一番のおすすめはやっぱりイエランもカズハも両方とも無凸確保、2人とも確保するっていうのがぶっちぎりおすすめです。まあ、これは2人とも超強いというのはもちろんなんですが、結構補完し合ってるというか、まあ、カズハがバフできない岩物理風をイエランをバフできたりとかで、もちろん2人を併用するのも強いですし、探索面にしてもお互いの強みが全然違うところですからね、2人とも使うことで、全体的な探索を楽にしてくれるわけですから、まあ、2人とも引いておくのが一番いいかなと思います。で最後に凸や武器ガチャを回すかどうかっていうところなんですが、まあやっぱイエランね1凸めちゃくちゃ欲しいですよね。わかります、僕も超欲しいんですが、僕は今回ちょっと我慢することにしました。イエラン凸ったり武器ガチャ、まあ、弱水引くことで今後カズハが引けなくなっちゃうっていうぐらいだったら、まあ今回無凸イエランで我慢してカズハガチャにね温存した方がいいと僕は思います。僕自身無凸イエランかつ星4武器で使ってますが、もう何にも不満ありません。まあ生物厳選はもちろん頑張んなきゃいけないですが、それさえできればね火力も十分使い勝手も十分で何にも不満ないですね。まあ1凸2凸したらまたねあの便利になると思うんですけど、まあまあ全然なくても楽しめてます。はい、
というわけで、今回の結論は以上ですね。まあ、結構きっぱり、答えは出せたと思うので、ぜひね、参考にしていただきたいと思います。では皆さん、今回の動画は以上になりますが、ご視聴ありがとうございました。皆さん、今回の動画もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、美課金や無課金の方でも参考になるような真面目な育成解説、そしてちょっと変な遊び方だったり、変な育成を考えるやけくそシリーズ、この2つを中心に動画を投稿していきます。気に入ってくれた方はマグロのアイコンからチャンネル登録お願いします。それではありがとうございました。